ツイート二度寝してるやった。めっちゃごめんなさいと。星ありがとうございます本当に。もうねほんまに何時起きるのか分からんかったのに。朝カラオケ来た。朝からカラオケ行ってたんですか。めっちゃ元気。会議室に移動して。えマジでありがとうねほんまにごめん。ひろみこさんもありがとうございます。ほんまにえこれでお昼まで起きへんかっても地獄やったし、これでねあのまあ起きれたからよかったけど、そうとりあえず起きれたから押せます、ありがとう。押せないよこんなん寝坊するあれとか話でいやでもありがとう本当に。マジで ビビった自分もビビったし、多分みんなも自分以上にビビってると思う。本当にごめんと思ってマジでびっくりした仕事前なんや。ありがとうね本当に早起きしてくれてたのに。おはようおはようございますいちごやおみさんも誰もありがとうございます。ちょっとガチすっぴんすぎて見るに耐えないですね。眉毛描こうって思ったけど眉毛描いまない便利や。そうだからおはようございます。アバター戻ってきたから書いてありがとうございます。そしてダメなら引いてみな。めっちゃうまいこと言う。はじめましてはじめましてやけど、あのこんなね眉毛描いてるところを見られるのはちょっと恥ずかしいなと思うんですけどあの今は私今日本当は7時台に配信するって言ってたんですけど、あのねまさかのちょっと寝坊してしまって、で今メイクしながら配信してるっていう。マジでびっくりした。もう本当にびっくりした。いっかちょっとよく分かんなくなっちゃった眉毛画面越しちゃ分かんないおはようございます、おはようございます。そうなの、まあだから今仕事中のめっちゃ引きずるタイプです。生きててよかったです。まあ、そうあの自分で寝坊した自分に課した罰ゲームですねはい、もうねなんかもうねそうやらかしたらちょっとその日一日中はもう引きずりちゃうタイプですね。もう生きてます。なんならもう健やかに寝てましたね何どうしよう、何したらいいの。唇だけめっちゃガサガサしてる。おはよう。そう本当にえそう明日はねマジでちゃんとやんないと。テロップそうごめん忘れた。オッケーありがとうございます。めっちゃねそう引きずっちゃうから、だって多分モバメをね撮ってくださってる方はちょっと私が引きずりやすいな多分もう皆さん知ってるんですけど、いつもあと朝に寝起きが悪くてもちょっとね何時に起きる予定だった、6時に起きてたんですよ一回で、ちゃんと起きててでおはようツイートを45分にしようと思って、6時45分に捨て星の時間やから、でそれまでどうしようかなとか思ってたらあの気づいたら寝てました。ほんまになんでマジでなんでと思って、もう誰も起こしてくれへんかった。ちょっと明日頼もうかな寝落ちって怖い、ほんまに怖いと思ってギリギリに起きたらいい。そうギリギリやったらもし寝坊したら朝になと思ってたからその時間にしたのに、なぜかまた寝てるっていう。10分前に起きますね本当にごめんマジでごめん。てか全然今のメイク何もしてない全然トラブルじゃなかったです。ただの私のもうやらかしでした私お母さんに頼んだらよかったんですよねエルマプもハ
とうありがとうね。もう怖かったです。もう時計見た時にこれやばいと思って、もうちょっと絶望しましたね。足痛すぎて。私6時に起きて6時に起きたんですけど、みんなまた寝てました。ほんまになんで、ちょっとこれはマジでもやらかしだな。朝ごはん食べてないよ。そうで、そう朝っていうか、あの足をつって起きるっていう。もうほんまに TU さんもありがとうございます。ファイト。そう足をつって起きたから、もうほんまに謎すぎて、なんで足、昨日も一回足つって起きてるんですよ途中んで、9時にもう一回足つって起きて、で、あ、これやばいと思って明るすぎると思って外見たらなんかね、で、本当にツイートした時間にガチで起きました。そう、足をつって起きましたね。水分取ってますよ。取ってても、もう霊感ないです。おはようございます。そうだからもうね、ダメなんです。やばいね、メイクがめっちゃ薄いエルハップさんありがとうございます。ファイト。そう本当にね、ごめんねって、マジでごめんなさいと思って。そうおはようございます。そうもう私は終わったなと思ってちょっと逃げたいっていう方にもう隠れときたいなと思ったりしたんですけど、あらちょっとね、今日もうでも、もう本当に寝坊した時って逃げたくなりません。 そんなしたことないんですけど、ほんまにもうびっくりした。寝坊したら逃げたくなるんだなと思いました。足つって起きたって面白いから分かりました。まだおはようツイートをねしてないのでちょっと罰でします。開き直るタイプですか。私もう逃げたくなりました、寝坊した仕事休む。そうお母様にね頼めばよかったのに誰もありがとうございます。え、なんかそうね、ほんまに寝起きすぎてちょっと目開いてなかったんですけど開きましたね目覚ましでを、そうなんです、一回起きてるんですよ目覚ましで、なのに寝ちゃうっていうただの私の泣かせでした。マジでごめん、ほんまにごめんね。上司からの電話で起きたことが何だか、それもそれでね怖いよね。もうやばい、終わったって思うよね。2週目終了、ありがとう。3週目、そう寝落ちが問題ですよね、ほんまに。なぜに足をつって起きたって、もう足つのも嫌ですけど、でもまあ今日はねつらないと起きなかったと思うのでそう起きてないです。感覚込めいけてると思います。ありがとうございます。デートが不施なんや。まだマネージャーさんの電話で起きることはないですね。本当にそうなんです。寝坊をマジで今までの人生でねしたことが記憶にないぐらいなくて、なのでなんかもう携帯アラームのセットしてなくて遅刻したことあるから責められます会社に早めに着いて車の中で仮眠して遅刻したことある。そんな感じです。私の今日もいい思い出、もう本当になんでここでさそんな珍しい遅刻というか寝坊するんだろうってもう思ってる。ダメだなと思った。年に1回寝坊する。年に1回ですよ本当に。あ、コーヒーのおかわりいかがですか。さんもハートありがとうございます。ちょっと筆持っちゃってるまあいっかメイクちょっと髪の毛だけ。花さんも花ありがとうございます。
そう寝落ちしたからアラームセットできてなくて、おはようございます。本当につらないですか足あー、いってらっしゃいませ、お仕事頑張ってください。ナオキックさんもハートありがとうございます。画面でやるからさ、どうなってるんかがあんま分かってない。まあいっか、なもんやろなもんやろ。おしまいですね。2週できたね仕事に、ありがとうございます。いってらっしゃいませ、頑張ってください。ほんとにあっつって、えめっちゃ痛いですよ。だから今も痛いですもんなんか今日さ目開いてないからかさ、めっちゃ黒目がでかい人間みたいになってる気がする。イエスさん星ありがとうございます。もう私はもうやばいです。こんなねお客さん来るんでありがとうございます。また待ってますね、ありがとう、頑張ってください。大型です、大型なんです。なんでさ昨日はいい感じに行けたのに今日は、あ、OK。そうアラームねセットし、あの寝落ちだったのでできなくて本当に申し訳ないです。マジで申し訳ないと思って、私なんか寝坊したのもショックですし、なんでショックなんだろうっていうのが、あの皆さんをね待たせてしまってたのに、せっかくね皆さん9時45分に1回起きてね押して押ししてもらってたのにもうできないっていう、マジでもうやらかしでしたね。それが申し訳なかったです。ジンくんさん私ありがとうございます泣きそうって起きた時、私が集められない、多分2週でありがとう、今の時間は2週待って大丈夫、ありがとうね本当に。多分そ自分が9時過ぎに始めたから8時15分ぐらいに星を捨ててないとね多分できないから、ありがとうございます、お仕事頑張ってください。そうめっちゃフラグを回収しちゃいましたよね、ほんまに。昨日寝れへんって言って、本当に昨日まで本当に3時間とかしか寝れて、3時間とか昨日の場合は2時間とかしか寝れてなかったんですけど小飲んだ大勢振り回してなんぼや、頑張れ誇れかめっちゃおもろい、そういう原点でちょっと頑張っているわ今日。そう泣き配信になるかと思った、自分もさりげなく好きになりそうになったような気持ち、自粛できない、なんで自粛せんでいいんやん、そんな自粛せんで、必ずヘラヘラしてて、ヘラヘラしてなかったよ初め。そうほんまにメンタル強すぎやね。そうフラグを回収してしまいました、マジでごめんなさいもうほんまになんでありがとうレイくんもだるまいあー学校頑張ってください。そっかそっか、大学生かな、朝苦手ってわけじゃないんですよ。だってクリンチさんもハートありがとうございます。だって私あれですよ、1週間2週間ぐらい前普通に全然おはようツイートの時間見てもらったら全然朝起きてるんですよ。朝は本当に起きてるんです。でも今日に限ってなんか起きたんですけど、あの気づいたらまた寝ちゃってて、でそう配信少なくて星集め、そうよねめっちゃごめんね本当に、うん、タイムスケジュールはねあのこの朝の分を今使ってるからそのままで残りはいけるはずなんですよ。ね、本当にやらかしでしたね。まあすっぴんもさらしたしいいんじゃないでしょうか。あなた三つ子や全然です、ありがとうございます。ももかさんこっち、本当に私初日の時にももかさんとあのごめんねで水中が今考えてみればで、その時に頑張れって言ってくださってすごい嬉しかったです。そう早起きなのね、
てるんですけど本当にもうびっくりした。まあもうスピンさらしたし許してください。本当に引きずらないようにしますね。くんちさんはペンライトありがとうございます。そうめっちゃレアです。課金した方がいい。それはもう全然もう任せる。 どっちでも大丈夫、しなくても大丈夫やし初見です、ありがとうございます。おはようございますスケジュールそのままで、ね、6分、そっかごめん6分か。じゃあ6分までしますね。でもどうなんだろう、どっかで多分ずれそうな気もするからな。一旦6分までしますね。ちょっと変更しますね。初見です。いやちょっとメイクしましたよ軽く。3分分けたらいいんか、ちょっと待ってとりあえずじゃあ33分まで。ほんまにだってさ、昨日の豆の返信でさ、ほのかちゃんは時間通りに始めてくれるから助かってるみたいな言ってたのに、うわうわと思ってさもうそんな言われた、言ってくれてたのに、そんな次の日から一発目からやらんとかあると思ってもマジでやらかしたと思ったね。はい、もう本当にそうごめんなさい。多分それを送ってきてくださってた方も多分いらっしゃると思うんですけど、マジでごめんなさいと思って。よねいたわ、そうほんまにそれに対しても俺そうめっちゃ振り振りをすごい全部回収してしまって本当に申し訳ないと思って、あの寝落ちですね。そうよね、3週来ないの全然全然大丈夫です。そうなんか全部に対全部の振りを今回収しちゃってて、今ちょっとやばいですよね本当に。もうみんなが笑ってくれるなら全然大丈夫なんですけど、ちょっと本当に本当にもうお恥ずかしい限りです。本当にごめんなさいと思って。え全然いいですよだからもうちゃんとね今日は寝れたので、明日はねちゃんと大丈夫です。ネタにできたから OK かそうめっちゃ回収しちゃってフラグ、もうそう自分でもびっくりやし多分みんなもびっくりしてる。ちょっと今思った、まだ唇保湿しかしてなかった。そう本当にごめんねと思って。そうなのマジ何年起きすぎて申し訳ないし、ほんまにもうそれ見た瞬間にそれを寝坊した時に思い出してうわっと思って、それもちょっとねなんかしてしまったなと思うのでやっと始まった。ほんまにごめん、マジでほんまにごめんなさい。ほんまにただのねやらかしなんですけど。おはようございます、はじめまして、ありがとうございます。いやホッスそう絶対ありません。カウント管理ありがとうございます。全然いいですよ別のキャッチフレーズのふりしても、俺も寝坊したからです、ありがとうございます。でもね皆さん責めな、皆さんは絶対私を責めていいのは人生で寝坊した一回も寝坊したことない人だけですよ本当にごめんねと思って、よくマジでもうみんな優しい。マジで気楽にね頑張れたらいいんですけど、ちょっと頑張りますね。気楽、肩パキパキなってる、やけうっきりしてみた。え絶対焦る、はあ、夢見てないねあれ。ほんまにだって寝起き足つって起きた時点であの本当にね本当にね足つって起きた時点でもう今日一日びっくりしてますね。足つって起きるのもびっくりするし、時間見てもびっくりするし、あやばいと思ってもう本当にびっくりですね。ちょっと誕生をお呼びしますね、本当にもうごめんなさい13位、トヨタンさん、お仕事言っちゃったね、ありがとうございます。12位、コーヒーの香りいかがですかさんも、お仕事言っちゃったね、ありがとうございます。11位、レイさん、ありがとうございます。10位、ナオキックさん、ありがとうございます。9位、イチゴ山盛さん、ありがとうございます。
8位クリッチさんありがとうございます。7位としまるさんありがとうございます。6位はせしょうさんありがとうございます。5位じんくんありがとうございます。4位 TU さんありがとうございます。3位みずきさんありがとうございます。2位エルマッパさんありがとうございます。1位ひろみこさんありがとうございます。ありがとう、本当にもうこんなね、こんなね集大を晒してしまうっていうことはもう私はやらかしいですね。おはようございます、ごめんね、初コメント叱りました、ありがとうございます。カートマニアってよかった。もう本当にこんな日に限って集大を晒してしまったのでお前この配信ネモの話しかしてないね。じゃ次はちゃんと違うこと話すので、んちゃん頑張って、ありがとうございます。なのでまた次の枠が、はい、22時20分から12時やばい12時20分からしますので、あのよかったらお待ちしてますね。私次はちょっとフラグは回収しないようにするのでちょっと今日は会議室でお仕事とお仕事とありがとう、本当に12時です。22時はね、はい、そんなかったことにします、なかったことにできないんですけど、ちょっと本当に次はちゃんと時間通り始めるので、ちょっとマジでごめんなさいね、本当に。じゃあまたあと1分あるのでそう、何か言うごとに多分フラグを回収してしまう可能性がちょっと今日めちゃめちゃ出てきてしまってるのでね、昼寝しないようにね、もうちょっとやばいかもしれないし、全然寝落ちはねもうすっきり、もう本当にすっきり寝れたのでもう寝ないんですけど、今からなんならもう踊り狂ってこようかなと思うので頑張りますね。これちょっと今日あと5枠あるので、もう朝ごはん食べてきますね。ここでちょっと取り返していきたいなと思っております。足もう治ったよ、大丈夫、ありがとうございますなのでじゃあ、そう本当に私寝ないと散々なんですけど、だからねちゃんとね寝たかったんで、ね、寝れて逆に良かったのかなとちょっと思っていきますね。じゃあありがとうございます。皆さんお仕事中とか今からお仕事行くよって方とか学校の授業中の方とかいらっしゃると思うんですけど、本当にありがとうございます。皆さん今から寝ないです、さすがに今から寝たらもうやばいですね。はい、ごめんね、本当に急な配信になってしまって申し訳ないんですけど、じゃあまたお昼、バイバイ、お疲れ様です。本当に頑張ってください、お仕事と学校。じゃあまたねこんにちは、本日第2枠目始まりましたなんかめっちゃ声反響する気がする、この部屋。こんにちは、あの本当に朝はごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。こんにちは、こんにちは、皆様お仕事や学校お疲れ様ですこんにちは、本当にごめんなさい、朝めっちゃ昨日起きれるとか言ったのにごめんね、ごめんね、ちょっとこんにちは、OK、昼寝してなかったですよ、朝昼寝してないです今日。そうあのね、そう刺繍配信したいって言ってたやん、そうだからさ、そうさっきあの目をつけてたものがあったんですよ、この刺繍したいなって。でさっき行ったらなくてなので私この後自主練終わったら刺繍屋さん巡りしてきます。今日は30分早起きできた、おお、おめでとう、気にしないでありがとうね、本当にみんなお優しい。時間をねちょっと書きました、タイムスケジュール、うん、こんにちはこんにちは、皆さんお疲れ様ですちょっと私はなのでちょっとね手芸屋さんをちょっと巡ろうと思います。やっと仕事終わりました、お疲れ様です。大変だみんな、これ3分長くする、多分ここら辺でねちょっとね時間のズレが生じて3分ぐらい
なんか伸びるかなと思って、この前じゃない、昨日もなんかちょっとずれたからいいかなと思って、だから最終調整はここでするかな、あのそうなん、そう、あのさ、めっちゃ思い出した話をしていいですか。お昼は私今日なんか炒めた、食べた、ジューン帰ったら食べるこんにちは。そう、なんだっけね、そう、モアメでね、この前9月ぐらいに、そう、友達にたまたま会ったよみたいな話をしたと思うんですよ今日も綺麗です、ありがとう。そう、たまたま友達に会いましたみたいな話をねしたと思うんですよ。あ、知ってたん、大丈夫。そう、その友達がね、もともとイケタムって呼んでくれた子なんですよ。で、あのその子が入ったこと言ってなくて、連絡先もね、あの追加できずに、あの卒業式も出会えずに帰っちゃったから、あの会えなくて、連絡も取れなくて、だから向こうからしたら、なんでいきなり連絡先も SNS も全部消えたんやろって思ってたらしいんですよ。でもそう、会って言って声かけるか迷ったかなと言ってたんですけど、そう、そのね、子がね調べてくれて、なんでニックネームイケタムじゃないねんって言われましたなんでニックネームイケタムじゃないんって、まあ、イケタムは私だけ、私だけってことかみたいなこと言って終わりましたねそう、こんにちは、そういうね子なんですけど、でその子とのあのエピソードがあるんですけど、その子とね、高校1年生の時に同じクラスだったんですよ。で、私その時全然隣の席の女の子とかとめちゃめちゃ喋ってたんですけど、あの移動教室一緒にしようって言われたんですよ、一回で、いいよって言って一緒にいたんですね。でその次、うち何も考えず一人で行ったんですよ。そしたら、何でも出てくれへんかったのみたいな、ずっと移動教室一人で行ってたから、こう中学の時とかだから、全然人と移動するっていうのが習慣なくてだから、そう、そのことね、いたおかげで私は移動教室その後一人じゃなかったっていう思い出なんですこんにちは。そう、その子がいてくれたおかげで私は人とね一緒に移動するということを覚えました今からニックネームあれだ、カウンター50までだ、ありがとうやっこ神、ありがとう神遊びに来たよ、ありがとうございます。そう、ほっこりエピソードやろそう、その子がね誘ってくれたから、私は移動教室一人じゃなかったんですよ。私高校1年生の時は結構クラスの女の子と仲良かったはずなのでめっちゃ楽しかったです。そういうエピソードもあったし、あ、その、あの、あれなんです、あ、50カウント管理ありがとうございます。そのこの前声かけるか迷ったっていう子は、あのイケコって呼んでくれてた子です二人ともね、一人しか呼ばないニックネームで呼んでくれてた子なんですよね。こんにちは、はじめまして、 NMB48 八木研究生のイケホノカと申します、よろしくお願いしますそういうね、イケコって休憩終わっちゃった、あ、頑張っ、お仕事頑張ってくださいそうなんです、そういうね、ちょっと変なニックネームっていうか、なんかニックネームが高校生の時は増えに増えてました。だからイケコ、イケタム、イケホノ、ホノカツン、あと何やっけ、ホノカタンと、ホノカ、イケ、なんかいろいろ呼び方ありました。こういけって呼ぼうかなそう、なんかね、そう、いろいろあった、あ、テロップや、ごめん、ビスイベント、イケホは呼ばれたことないねんな、イケホのもだから他
ここ入るまで呼ばれたことなかった。でもあーめっちゃいらしてる、ごめん。掛け軸やおしし か, かたんありがとうございます。すごいありがとう。今日もひろみこ、あ、待って抜けてますね、はい、ごめんなさい。でも配信時間に20分からしたので、おししかかたん、今日は何のイラストにしよう。キンキンさんもハートありがとうございます。ペンライトもフニーさんもありがとうございます。神、どうしようかね今日のイラストは。掛け軸頑張るか。でも掛け軸な、掛ける気がしやんので何にしようかな。ありがとうございます。全然50カウントめちゃめちゃ嬉しいです。朝の分はあのゲリラで9時からしました。すいません本当にごめんなさい。何書こうかな。じゃあ今回は私が今食べたいものにしますね。何にしよう、じゃあ今日の夜ご飯にします。そう、今日の夜ご飯はもうめっちゃ温まるもので、昨日のうちからねお母さんが作ってたからあれなんですよ。ゲリラっていうか寝起きでやりましたね。はい、ありがとうございます。しんのすけさんもラブタオル、くいちさんペンライトありがとうございます。イルムパもハートありがとうございます。オッケーできた、ちっちゃ。ひろみこさんありがとうございます。今日の夜ご飯はこれです。1週目50カウントありがとうございます。よいちさんありがとうございます。みずきさんもありがとうございます。ハート何です、何か分かりますか。何かお合ってるよ、おでんです。今日の夜ご飯はおでんなんです。ありがとうございます。掛け軸はあれですよ、普通に出てきます。あの私高校生の頃掛け軸の巻き方も教えてもらったんですけど、あのもう忘れました。あ、おとなしだ、あごめん、おとなしで参加中か。あ、おでんって書いとけばよかった。おでんです。ありがとう。ナンキックさんもありがとうございます。双葉さんもありがとうございます。ハート、一番好きな大根です。よく覚えてますね。エルマッパも可愛い、ありがとう、知ってるよ。おでんなんです。教授さんもハートありがとうございます。のれんじゃないですか、掛け軸です。のれんはだってあれや、お店のさ、なんか和風のお店に行ったら入り口にさ書いてある、書いてあるじゃない、かかってあるやつが。だし8期の中でですか、何キャラなん、何担当なんですかね。多分変って言われます。変人なんて、変ってやっちゃ言われてます。星投げて急いで仕事も、ありがとうね、本当にお仕事も頑張ってください。いっぱいありがとうございます。教授さん、ハート、イケホランドさん。こんにちは。そう、変って言われてます。ついに可愛いの知ってるよ。じゃあ今回だけ、今回だけ。やよいちゃんなんですかね。やよ変ですかね。でもなんか変って言われてます。でも早食いなのさあんま良くないよね。
あんま良くないし、よく食べちゃうからなんていうんですか、満腹中枢が刺激されないから、早食いやったら。だからちょっとゆっくり食べなきゃダメなんでね、ちょっと私生活はもうちょっとゆっくり食べれるように頑張ろうと思います。あれなんですよ、なんだっけ、でも私の友達みんな食べるの早いんですよね。ツイッター上げてない、めっちゃごめん、ほんまにちょっとごめんしか言ってないあ、アミも変わってるんかな。アミはアミでおもろいコーヒーのおかわりはいかがですか。サムハートありがとうございます。それとさ、結婚してちょっと順番待ちなので、今今世はアイピョンなんですいません。給食めっちゃ食べるの早かったんですよ。あ、私食べたら喋れない、食べながら喋れないタイプなので、あ、ずっと食べてますお姫様抱っこしてる時点で変ですよ間違いないですね。星投げ&50カウント管理ありがとうございます、ナナさん早食い対決しようどこでするの。池穂野さんのメールってどんな感じ。私のメールはですね、その日あった出来事とか、あとなんだろう、どんな感じなんですかね。私他の方のモバメが全然分かってないので、普通なのか普通じゃないのかちょっと分かんないんですけど、ちょっと撮ってる方いらっしゃったらコメント欄で教えてください。昼休憩終わっちゃうからちょっとだけありがとう。好き嫌い全然ないです、いい感じだそうですほのぼのらしいです。そうなんかね、私なんだろうね、モバメはでも毎日送ってます、毎日届きますよ、それは本当に。イエスさんもハートありがとうございますフフ登録しよう、ありがとうございます今日も送ります。ショールームで同時にカップラーメン食べるとか、一回ねちょっと企画に困ったらやりますいや届くだけで嬉しい、本当ですか。そう、写真もね毎回つけてるのでたまにつかない時あるんですけど、そうぜひ。でも何ですかね、内容濃い時と薄い時の差がちょっとすごいなって自分でも感じるのですが、そうですね、日記的な感じと決意表明ですね。大体決意表明、思ってることみたいなのが多いね。音楽大好きさんもハートありがとうございます。そうね、そう返信はもうめちゃめちゃ読んでますよ本当に。返信内容をもとにお話会をね、あ、これを送ってきてくださった方だと思って、いつもねちょっと話の内容もね、もばめの内容をね言いたい、会話したいなってたまに思うんですけど、ちょっとね時間がね、自分もねちょっと緊張しているもので難しいんですけど。しんのすけさん結婚してありがとうございます。長文多いですか。神さんも、神ありがとうございます。まこさん、内容はでもどうなんですかね、なんか内容ないと内容あるの差がちょっと自分でもいまいち分かってなくて、ないっていうか、日記的な日は今日は〇〇したよみたいなで、今日は〇〇したよみたいなことを書いたりとか、あと今日の講演ありがとうございましたみたいなとか書くし、で内容決意表明の時は結構長々書いちゃうかもしれんお疲れ様で、間に合った、よかったです。50基本の星投げ2週間にありがとうございます。終わりなき旅さん、満足度高めですか、ありがとうございます。ありがとうございます、星投げみーちゃん、ありがとうございます。お仕事中ですもんね、頑張ってください。ありがとうございます。ジョーさん、キンキンさん、ペンライトありがとうございます。毎日送るようにしてるので、この期間もね本当に
この空き時間ぐらいに送るので頑張ってね、送ってますのでよかったらって感じです。もうなんでこんなもぼめの話してるんだろうこんにちは。私ウインクできないんです。たまにあの公園のお茶でウインクしてって来るんですよ。持っててる方がいらっしゃって、どうしようと思って、私ウインクできひんからこうなるんですよね。だから本当に難しいんです。あ、そう、絵文字は使わないです。お前、私もともと絵文字使わないタイプなので、あの絵文字がついたらちょっと時間ある時かテンション上がってる時かと思っていただけたら幸いです。こんにちは、こんにちは、皆様お疲れ様です、お仕事しんのすけさん可愛い、ありがとうございます。知ってます、あのツイッターに載せない感じの写真を送ってます、ね、だからちょっとねブレた写真もね送るし、あと何送ったっけ、昨日何の写真送ったっけ肩をかかっちゃうつもるできてた、ウインク、けむりさんも星ありがとうございます。そうだからね、そう、うちは持っててくださるのがね、あ、そう、ラブだようだ、あ、これ思い出した、ありがとうこんにちは、初めまして、ありがとうございます、来てくださってそうね、いつも写真と何か一言つけてるのでね、その内容で大体思い出すっていう、あれだ、あ、そうね、そんな感じですね、私のモバメは。ぜひちょっと気になったよって方は撮ってくださったら嬉しいですね。そう、私こんにちはなまるんですよ。てかなんか大体の言葉がなまっててなんかなまっちゃうんですよ、なまりたくなくてもなまっちゃうんですけど、こんにちは、午前中ちょこっとでちょこっとコメントします、ありがとうございます。べっこうさん、にべっこうって呼ぶのかな、ありがとうございます今日も可愛い、ありがとう。そうね、そうだ、そうだ、一個ね、ちょっとまた私のお悩み相談になっちゃうんですけど、あの公演の MC って、そう、あ、書き直します、公演の MC って、あの何をどんな話してほしいとかありますか。そうそういつもね思うんです、私本当にスッキリが下手くそで下手なんですね。だからなんかこういう話してほしいよってことがあったらぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、楽屋エピソード楽屋エピソード、最近どう、最近どうって話、こういうの MC、 なんか N さんのあの誰と付き合うかみたいな MC めちゃ面白くて好きだったんですけど、メンバー間の関わり、関わり、楽屋エピソードを何を、失敗、最近した失敗最近した失敗、オッケー、うん、そう、難しいなと思って、なんか私あのなんだっけね、メンバーとプライベートで遊びに行ったこと、あー、なるほど、冬の時期の必需品、最近めっちゃ焦ったこと、プライベート、なんかね、そう、難しいなと思って、当選者のアンケート、アンケートしんさくさん、誰もありがとうございます、犬派猫派みたいなトークバトル、トークバトル、そう、いつもね迷うんです、まるの日みたいなやつ、最近にハマってるだよ、まるの日みたいなやつをね
名前しようとしたら、あのちょっと迷子の日だったんですよ。だからちょっと迷子の日誰とイルミネーション見に行きたいか。OK、こんな感じで。いちご山森さんもだるまありがとうございます。そうなんですよね、だからすごい難しいなと思って、で結局さつまいもの日は変えて、あのその地域限定のなんだっけ給食にしたんですけれども、むずいなと思って何がそう面白くなるんだろうと思って。あ、そういうことね。トークテーマ、めっちゃごめん、その存在今初めて知りましたへえ、あるんですね、そのアンケート。これってでもなんかそのうちだけみたいなルールをね聞こうと思ったら、大体それうちだけかわからへんくないみたいな、他の家知らんからってなるんですよ。時間か愛かお金か時間かの、お金か愛かの討論式、よかった。どうしようか。じゃあ大樹くん、星ありがとうございます。こんにちは、はじめまして。そうね、難しいんよ。3週間ありがとうございます。トヨタンさんありがとうございます。新作さんもハートありがとうございます。そう、難しくてトークバトルの方がいいんですかね。ひろみこさんもかわいい、ありがとうございます知ってるって答えなきゃ今回ダメなんですけど3週間とかにありがとうございます。ノンキックさんも仕事に戻ります、良い午後、ありがとうございます。頑張ってください、お仕事。メンバーとご飯を食べに行くとした、そうね、ご飯、そう難しくていつも迷うんですよね、トークテーマ。初見です、ありがとうございます。ハリーさん、はじめまして。かわいい、ありがとうございます。ケアリーさん知ってるこんにちは。そうね、ちょっとまあ後日もし次仕切りする時があったら、ちょっと今のね出してもらった案を元にやってみようかなと思います。たいやきくんもていてギフトありがとうございますはじめまして、ありがとうございます。来てくださって、京都 VS 奈良で対決してほしい。京都みおちと、みおちか、でも奈良2人と京都1人をね、今チキーな子がツイッターでトークテーマ募集とかもいいの。コーヒーとカウント、コーヒーとおかわりはいかがですかさ。3週とカウントありがとうございます。そう、難しくて、そう自分も初めて知ったのでね、ちょっと今度ちょっとね難しいんですけど、ちょっとこの募集したテーマをもとに今度やる機会があればちょっとやってみようかなと思います。ありがとうございますめっちゃ助かる。そう、ほんまになんか迷ってるから、いつもなんかね、そう MC いつも反省会めっちゃ言われるのでいちご山森さんも可愛い、ありがとうございます。知ってるよ、ご飯、あ、待って、夕方お仕事頑張ってください。今日暑いんですか。給食で出たメニューってしました。その時の仕切りでした。3週ギリギリ間に合った、ありがとう。関さんもありがとうございます。朝川さんもハートありがとうございます。どこかで料理を、3週間に双葉さんもありがとうございます。料理配信ですか、こんにちは。ハッタリさん、そうなんです、こんにちはそう、なんだろうね、そう本当に私 MC の仕切りやった日とかもうあのめちゃめちゃ反省会でね言われてるので、ちょっと次はね本当にちゃんとしないと、また反省会ででもちょっと言われてしまうので頑張ろうと思いますね。 MC は
私一人だったら喋れるんですけど、人とだったら喋れないんですよね。マジでコミュ障やと思う。寝坊はします。もう寝坊はします。本当に鉄宮さんも星ありがとうございます。メンバーに一生のお願いをするなら誰にしますか。一生のお願い、一生のお願い。ちのしさんもだいぶマシになってきた。そうよね、あやぴょんは喋れる人間だよ。もうすぐ情報、もう1年ですか。早いですね。今朝寝坊しました。どのメンバーさんと仲良しなんですか。私8期生やったら、あ、みんな仲いいんですけど、特にだったらあやぴょんとあみと仲いいですね。そうですよね。私だって公園で全然喋んないですもん。喋んなきゃなんですけど。じゃあランキング読みますね。めっちゃバタバタしてるっていうか、めっちゃ早口なんですよね、ごめんなさい。13位トヨタンさん、ありがとうございます。12位シカと並んでハイさん、ありがとうございます。11位双葉アットほのぼのしたいさん、ありがとうございます。10位ブルーノートさん、ありがとうございます。9位コーヒーのおかわりはいかがですかさん、ありがとうございます。8位キンキンさん、ありがとうございます。7位クイッチさん、ありがとうございます。6位たいやきくん、ありがとうございます。5位エルマパスアットホノさん、ありがとうございます。4位しんのすけさん、ありがとうございます。3位ナオキックさん、ありがとうございます。2位けむりさん、ありがとうございます。1位ひろみこさん、ありがとうございます。そうね、あと1分だ。あやほのあみゅ、やった。あやほのあみゅは神とか言ってくださるのめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様午後もお仕事やお勉強頑張ってください。私もちょっと自主練頑張りますね。じゃあまた18時にしますので、よかったらご覧ください。終わってるかな、みんなお仕事。まだか。無理せず、皆様無理せず、また後でお会いしましょう。あと全然2週でもありがたいで、ありがとうございます。けむりさんちゃんも終わるかなとか思ったら全然終わらなかった。じゃあまた後でお会いしましょう。あなたバイバイ、ありがとう。